はい、じゃあよろしくお願いします。今回はね、2019年3月の時事問題やっていこうと思います。で、ニュース4つで穴埋め5つ。で、下のね、まあ、これは追加で、まあ、また口説明でニュースやっていくんですが、ひとまず穴埋め5個ありますので、ぜひね、一回動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後にね、ちょっと知らないニュースなんかがあれば、今から自分が穴埋めやっていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？では、早速ね、まず一つ目のニュースからやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。さて、珍しくですね、今日付を超えそうな時間に撮っております。ちょっと画面の雰囲気いつもと違うかもしれないんですけどね、ご容赦ください。で、今回ね、ちょっと一つ初めての試みやりたくって、アンケート、実は YouTube アンケート機能があってね、ここの時短営業の、ここのニュースの時に皆さんの意見をちょっと聞きたくってアンケートやります。で、多分ここのニュースになった時に画面のね、右上にびっくりマークみたいなのが出るんで、それを押してもらえるとアンケート答えられるんで、ぜひね、ご協力ください。まあこれは俺の興味です。みんながどう思ってるのかなっての聞きたくってね、まあぜひお願いします。では行きましょう。で、まず一つ目、アメリカ大リーグ、野球ですね。大リーグのマリナーズに所属してたホニャララ選手が、現役引退を発表ということで、まあこれはもうめちゃめちゃね、もうほとんどの方は聞いたことあるでしょうと。全然、野球知らない女の子とかでも、イチロー選手です。本名鈴木イチローさんですね。イチロー選手が現役引退を発表しました。まあ突然だったんでね、非常に驚いた。驚きましたけど、まあ自分ももう34歳で、まあ自分がちっちゃい時からも活躍してた方だから、まあ物寂しい気持ちもあるんですけど、引退会見を見たらね、いやまあやっぱかっけえなっていう、もう素直に思った。まあ本当まあ今までの、いやまあ長くなるわ。まあざっくり言うとかっこよかったって話です。まあ一つ目はイチロー選手ね。で、次がね、国土地理院ですね。が、新しい地図記号。まあ、みんな、まあ、見てる学生がね、今何歳かわからないんですけど、地図記号っていろいろ勉強してきたと思うんです。社会の地理でね。で、地図記号が1個追加されました。で、それが何かっていうと、ちょっとまず、漢字の方から行きましょう。少し長いんですが、自然、災害、伝承、碑です。自然災害伝承碑。まあ、そのままなんですけど、自然災害を伝承、まあ、語り継ぐ、伝えていく石碑です。っていう。だから今までここでね、こういう自然災害がありましたっていうことを、まあ、なんだろう、残すというか、そういう石碑。それ、あとはその、なんだ、課題というか、そういうなんか情報、こういうことがありましたので、情報を伝えていく石碑とかモニュメントのことを表すものができましたと。で、ちなみに、これ、地図記号が追加されるのって13年ぶりだそうです。13年ぶり。ちなみに13年は2006年ですね。2006年に追加されたのが、もう自分知らなかったんですけど、風車と老人ホームらしいです。風車はしてたんですけどね、老人ホーム、地図記号あるんだと思って、知らなかったんですが。で、ちなみに今回追加されたマークですね。印が、ちょっと書き順わかんないんですけど、こういうマークです。これがマーク。いいかな？ぜひね、覚えておいてください。自然災害伝承碑です。で、三つ目行きましょう。ね、ホニャララ細胞。これはね、めちゃくちゃ有名な細胞です。まあ、さっき書いちゃいましょう。これは iPS ですね。iPS 細胞に関しては、愛だけ小文字なので、そこ気をつけましょう。iPS 細胞の、角膜移植をですね、厚生労働省が条件付きで了承したっていうニュースがありました。まあ、iPS 細胞はね、もう非常に万能な細胞で、どんどん今研究が進んで、ものすごい成果を上げてる、細胞なんですが、角膜移植、目ですね。角膜移植を、今対象が4名。の方が対象となっていて、で、6月かな予定だと。6月に1人目の方が、角膜移植を一度実際にね、実施すると、手術をされると。で、2人目やった後に、まあ、経過観察が行った後に、まあ、順調であれば、残りの2名の方にもするっていう一応話にはなってるそうです。まあ、詳しい方はね、ぜひネットとかで検索してもらえたらと思うんですが、まあ、ほんと非常にね、iPS 細胞の活躍というか、広がりが広まっているところなので、ぜひね、調べて見てみてください。で、4つ目、まずイタリアの首相の名前から行きましょう。イタリアはですね、コンテ首相です、今。コンテ首相。
が、あるものにね、か、まあ、ある、さ、あるに、ものの参画する各所、まあ、署名したら、これに参加しますよって署名したわけですよ、コンテ首相が。で、それが何かっていうと、シルクロード経済圏構想って言って、これはですね、中国が、まあ、広めてる、その、なんだろう、考え方とかやってることなんですけど、その名前ね、その、シルクロード経済圏構想の名前が、まず漢字言っちゃいましょう。ちょっと書き順間違っちゃった。一帯一路と言います。一帯一路。こういうね、経済圏構想があるんですよ。これざっくり言うと、まあ、中国が中心ね。中国はアジアにあるじゃないですか。で、中国がそのヨーロッパの方、欧州です。ヨーロッパの方を、陸上と海上、海ね。陸と海で繋いで、まあ、そう、経済圏をどんどん広めていこうっていうのをやってるんです。中国が。この一帯一路っていうね。で、それに今回イタリアが参加したと。で、なんでイタリアがね、今、本当は他の国も一気に参加したんですけど、なんでイタリアが今中心でニュースに取り上げられたかっていうと、これ、イタリア G7、まあ、G7 で選ばれてるのはね、G7 の国で初めてこれに参加したんです。で、これによって、まあ、中国のね、その勢いというか経済圏がどんどん広まるだろうと、ヨーロッパの方に特に中心にね、と言われております。いや、まあ、このコンテ首相に関しては、多分今までの、この時事問題で初めてかな、多分出したことがなかったので、やっぱ首相の名前って覚えておいた方がいいんですよ。メイ首相とかもそうですけど。なので、その問題にしたんですが、今回、イタリアがそのね、一帯一路、これにね、参画する各所に署名したので、ぜひね、覚えておいてください。まあ、今回のね、メインニュースはこの4つです。ま、いろいろあったんですけどね。まあ、今回これを取り上げさせていただきました。では、ここです。ここで一応アンケートのやつ出しておきましょう。時短営業、今これね、セブンイレブンです。が、ちょっとニュースになってましたね、少し前に。大阪か、なんかかなのオーナーかなんかと本部が揉めたんですよね。セブンイレブン、まあ、他のコンビニもそうですけど、基本的に24時間営業ですね。まあ、皆さんの周りもそうだと思います。だけど、その人材不足というか、人が足りなかったりとか、まあ、売上的な問題とかで、その時短、24時間じゃなくてもいいんじゃないかという話になってます。で、それでまあ揉めて、で、結局セブンの方が、本部直轄のとこかな？最初は10店舗かなんかで試しにやってみましょうと、時短営業ね。その時間短い営業です。をやってみようと。で、実際、いろんな問題があります。これに関しては。時短実際やったとしても、なかなかうまくいかないっていうケースが今出てきてるらしいんですけど、今回ね、皆さんに聞きたいのが、そのね、まあ、コンビニがさ、24時間っていうのと、まあ、24時間じゃなくなるっていう、まあ、流れがあるわけですよ。で、皆さんにとって、いや、コンビニは24時間やってくれよっていう方と、いや、24時間である必要はないんじゃないかと意見があると思います。これをぜひ聞きたい。今のみんなの学生にね、どっちなのかなっていう。で、これは、アンケートの方、右上のね、方に出てると思いますので、そこクリックしていただいて、皆さんの意見ね、そのクリック一歩でできますので、やってみてください。いや、コンビニは24時間だよ、会ってくれと、助かるからっていう方と、いや、24時間でやる人はないよっていうのぜひね、思った方、クリックとかね、チェックしてみてください。一応、振ってから自分の意見言うのもあれかなと思ったんだけど、自分はこっち派なんです。自分もともとコンビニ、セブンとローソンでバイトしたことがあって、セブンイレブンは夜勤でやってたんですよ。夜の10時から朝の5時か朝の6時までバイトしてたんですけど、昔大学の時にね。そうそうそう。まあ、そういうのを見てるとね、まあ必要ないかなっていう。必要な地域もあると思うんだけど、うん、まあ一概に24時間じゃなきゃダメっていうわけじゃない気がしておりますと。先行きましょう。長くなるからね。で、次はね、小学校の教科書です。まあ今この動画を小学生なかなか見てないと思うんですけど、ちょっと知識として覚えておいてほしいのが、2020年。にね、教科書の改定が行われるんですけど、そこで教科書内容が増えます。10% 増加です。だから教科書のまあ内容が盛りだくさんになると。今以上にね。1.1 倍だからね。で、英語が教科書として入ってきます、小学校。で、英語も含めると 18% かなくらい増えると。だいぶ増えるんですけど、という風になっていくので、ほぼ小学校の話なんですが、まあ流れとしてはこれからまあ小中、まあこうわかんないけど、小中あたりはね、まあ中も増えていくんではないかなという感じはします。いやな、まあ小学校の教科書内容が増えていくよっていう話でした。で、次プールだね。まあみんなも、まあ高校はプールないところもありますけど、まあ中学校ではプール必須かな。で、プールで、まあみんな得意な子特にそうだと思うんだけど、どうだろう。俺はね、泳げないんで、こんなもん絶対できないんですけど、飛び込みやるよね。飛び込みスタートです。
スタートの時に。で、これが基本的に禁止になります。まあ、結構事故が起こってるんでね、飛び込みは禁止しようと、小中禁止かな。で、高校に関してはちょっと一部みたいな感じの表記になってましたけど、小中は禁止になりましたと。基本的には水中スタートは必須になりますと。うん。だからみんなももしかしたら、去年までは普通に飛び込みでスタートしてたんだけど、今年のプールから、あれって飛び込みダメだよっていう風に言われるかもしれません。いいかなっていう風に流れが出ましたと。で、最後、新元号です。で、これに関しては、今撮影してるのがね、4月14日かな今、15になるのかな、うん、嘘嘘、13? わかんないでしょ。まあ、そのぐらい中日にやってるんですけど、まあ、4月1日にね、新元号発表されましたと。4月のニュースなんだわ。本当は。ニュースなんだけど、まあ、そこまで盛り上がったからすぐね、ちょっとやらせてください。新元号は、まあ、皆さんもね、知ってると思いますが、令和です。令和。に決まりましたと。で、これは5月1日から、実施されるので、5月1日からは令和元年になりますと。みんなは、あれだね、初めて言語が変わるかな。自分はもう3つ目なんでね、昭和、平成、令和となっていくわけですが、まあ、昭和から平成に変わった時、俺3歳か4歳なんでね、その、もう令和に変わるぜみたいな、あれじゃない、平成に変わるぜみたいな、まあ、全然わかんなかったんですけど、まあみんなも初めての経験だと思いますので、まあいろいろ気持ちがあるかもしれませんが、ただ個人的にはね、令和になることもまあ、おーってなってるんですけど、新しく発表された、あれ、お札ですね。1000円札、5000円札、1万円札が変わりますと。まさか1万円札がね、諭吉卒業するとは思わなかったんですけど、まあ、なかなか、あれは結構意見あると思うんだけど、個人的にはすごくね、ウキウキしてます。お札変わるの。なんでかっていうと、まあ、お札が変わるところ、あそこまでがっつりデザイン変わるところに、生きてるうちに出会えたっていうのはいいなって個人的には思っていて、あとは、新デザインが結構好きなんですよね。自分は、個人的にはね、そう好きなんで、あ、まあ、2000、あれも2000、ん ?20 何年だっけ?結構先ですよね、まだね。先ですけど、まあ、楽しみにしてると。いった感じでございます。はい、という感じでね、駆け足になりましたが、今回はね、2019年3月の時事問題やらせていただきました。で、次回ね、また4月はね、5月入ったらすぐ取れるように、ちょっとゴールデンウィーク遊ぶから危ないかもしれないんだけど、まあ、早めに取れるようにやりますので、まあ、もしよかったらね、この内容覚えてもらって、まあ、テストに出たらいいなと思ってるんですけど、まあ、どっから行かせたら嬉しいです。では、今回の動画、今回の授業かはこれで終わりたいと思います。以上です。ありがとうございました。